万象を描いた絵師葛飾北斎、世界中にまた影響を与えたということも含めて、まあ、知られてるんですね。葛飾北斎と浮世絵、絵だけが独立した形で流行していったと。旬が大好きです。おっと、結婚する時のね、嫁入り道具で、ね、みんなも持たされた旬顔。旬顔、こんにちは、永井龍之介です。アート探求サロンへようこそ。シンディ、世界で歴史上ね、最も重要な日本人といえば誰だと思いますか？日本人ですよね。歴史上の人物だったら、私の中では徳川家康とかが、大河でね、まさに主役だしね、日本人が見たら家康っていう人もいるかもしれないけど、世界の人たちがどう見るか。1999年にですね、ライフっていう雑誌社が、ちょうど2000年になる前ということで、過去1000年間で最も重要な人物100人ということで、ベスト100っていうのをね、企画したことがあるんです。そこで実は紹介された日本人が唯一、実は葛飾北斎だったんですね。あ、葛飾北斎ですか。こちら、江戸後期を代表する画家であり人物なんですね。その北斎が本当にその世界のベスト100の中で唯一選ばれている日本人として、これ1位エジソン、コロンブス、ルター、ガリレオで、画家としてはダ・ヴィンチとかね、ダヴィンチ、ここに ピカソがいますけど、これディズニーより上なんですよ、葛飾北斎。本当だ、なんか光栄ですね。すごいことですよこれ、もうあらゆるジャンルの中で北斎が選ばれて、日本人として選ばれてる、これはすごいことなんですね。今日はそんな葛飾北斎が世界に残した功績や、その波乱万丈のね、人生も合わせて紹介をしていきたいと思います。森羅万象を描いた絵師葛飾北斎、結構長命でね、長い人生の中で本当にたくさんの、まさに森羅万象を描いた絵師ということでね、もうこれがもう世界中にまた影響を与えたということも含めて、知られてるんですね。実は北斎にまつわるね、面白い、いわゆる数字があるんですね。じゃあこれ何だと思いますか？30回。30回。なんだろう、何かの賞を取った数。おー、なるほどね。実は北斎90歳まで生きたんですけど、生涯の間で30回ね、名前を変えてるの。改名してるんです。そんなことできるんですか？だから北斎という名前もある一時期の実は名前なんですよね。こういうことでね、葛川春郎から始まって、ここに画狂人とかね、画豪っていうことで、よくペンネームとかね、画家用につける名前って結構やるんですけど、でも一回つけたらずっとそれで通す人が多いんだけど、なんと30回も変えたんですよ。なんでこんな変えるんですか？ね、最初は実はこの葛川春郎っていう名前ね、先生から与えられた名前だったんですけれども、北斎もそんなに最初の頃は全く売れてないので、名前を売るみたいなね、ことで次々に名前を変えていって。あ、名前売っちゃうんだ。名前売ってたの。特に北斎という名前になってからは結構売れ始めたので、実際にその名前を買った人もそれによってまた売れていくみたいなね。30回ってなかなかこんな人いません。だって私がシンディじゃなくてキャサリンになったり、バネッサになったりみたいなことですよね。どうそれ、なんかシンディという名前を売る。いや、全然考えたことない。だから相当変わってると思います。じゃあ次のね、この数字は何だと思いますか？93回。もう難しいんですよね、この数字、ね。30回が改名、結婚した回数。おお、なるほど。実はね、生涯93回引っ越ししてんの。何のために、なぜですか？変な人なんですけどね。生活してるといろいろなものがたまりますよね。だからそれをね、片付けるのがめんどくさいんですよ。ゴミがもう山になったところで、次へ移るとかね。綺麗にしてから移るんですか？じゃないの。もうたまったところでも片付けるのめんどくさいって。すごく迷惑な人じゃないですか。画家目線でいくと、絶えずやっぱり新しい環境で描くとね、やっぱりなんかそこから新しいものが生まれるっていうね、ことも多分あったと思うね。そういうことも含めてね、改名もし、引っ越しもしでね、一つのところにとどまってないんですね。なるほどですね。だから絵もだから一つのところにとどまってないんですよ。次々進化していく。でもそれにしても多いですね。多いね。葛飾北斎と浮世絵。浮世絵っていうのは江戸時代にね、流行した庶民の絵画なんですけれども、挿絵本っていうかね、
あの本こういう形でこういう絵とこういう文章で、はい、いわゆる本としてね、まあ、最初は流通して、うんうん、絵がやっぱりあの面白いということになって、それが絵だけが独立した形であの流行していったと。今でこそね、もう北斎の代表作なんかも何千万とか億がつくんですけど、今の感覚で300円ぐらいで買えた。だプロマイド写真を買う感覚みたいなね、こういうなんか美人画なんかをね、しかも版画ですから、うん、たくさん刷れるわけですよ、木版画で、うん、で、まあ、そういうものが数多く流通して、当然当時テレビも YouTube もないですから、こういったものがね本当に身近な楽しみっていうことなんですよね。で実はまあこれね、肉筆画、まあ、肉筆画っていうのはあの一点物でね描いたものですよね。筆とかっていうことですよね。そうそうそう、いわゆる墨とかで描いた木版画、これもあの富岳36景シリーズの、うんうん、これはね有名ですね。有名ですよね、はい。まあ、版画の前にはたくさん刷れると。で版画っていうのは分業で作られるんです、うん、絵師がいて、あの彫り師が、木版を彫る彫り師がいて、まあ、刷り師、それをまあ紙で刷っていくわけ。え、じゃあ一人で北斎が全部やってたわけじゃないですか。やってたわけじゃないです。そうなんだ、そこも驚きです、うん、それで実はそれも勝手に作るんじゃなくて、その版元っていうのがいるんですよ。で版元が絵師に頼んで書いてもらって、それをまあ分業で作ったものを版元がまあいろんなところにまあ流通させる、売るわけで、その中で最も有名なのが蔦屋重三郎っていう人で、はい、でも蔦屋はあの蔦屋、あの蔦屋になってます。今のあの蔦屋が実はこの蔦屋重三郎の蔦屋から撮ってるんですけど、そうなんだ。そうで今で言うプロデューサーなんですよ。いろんな浮世絵師を世の中に出してます。で実は有名なね、これ絵なんですけど、うんうんうん、でこれがあの葛飾北斎の富岳36景の一点ね、ちょうどゴッホとゴーギャンの花材ですね。ね、なんかね、みんな実はつながってくるんですよね。こういった美人画であり役者であり風景画が流行ったんですけど、で歌麿というと美人画で有名ですよね、うん、その中の最も代表作がこちらビードロー服娘。それまでね、こういうもちろん女性像もたくさんあったんだけど、全身像であったり風景の中にあの女性がいるっていう絵が多かったの、これ上半身だけを描くっていうのは実は歌麿が始めたって言われていて、このねこれから非常に斬新なんですね。あとこの表情ね、この切れ長の目の、このある意味その当時の美人画ですよ、これね、うんうん、これビードロってね、これガラスも分かりますよ、知ってる、ポッピンポッピン、そうそうそうポッピンポッピン、それがなんかねすごく粋なね感じがあって、なんか洒落てますね。洒落てるんですよ。で歌麿の代表作であると同時に、あの美人画といえば歌麿っていうね、ということでこの作品が有名ですよね。でこれがあの東洲写楽のこれ役者絵ね、大谷御日の役子江戸兵衛、写楽という名前で絵が流通したのはもう1年にも満たない時間で、あの多くのこういう役者絵がね流通したことで、ちょっと謎の絵師って言われてるんですけど、歌舞伎役者がこういう顔をしますよね、はい、よって、そうそうそう、はい。でその中でも一番その目立つところ、例えばこの 目のね調子とか、この口元とか、この手とかね、あのその部分をかなり強調して特徴的なところを描くっていうことで、いわゆるデフォルメっていうんですけど、これをやったのもこの写楽ですからね。世界的にもまあ浮世絵といえばこういう絵ってイメージが多分ね。でこれがね、あの広重の東海道53次、はい、で東海道ですから、まあ、東京から京都までのね宿場宿場を描いた作品のシリーズで、これ実は最初の日本橋ね、もう羽田空港国際線にもねありますね。そうそうそう、これ有名なね、うん、ちょうどこれあの大名行列っていうかね、参勤交代の人たちがこれ橋をね渡ってるとこだし、ここにまあ魚売り人たちが庶民の生活が見えるし、広重の風景画のシリーズも結構さっきのジャポニズムで、モネとかねかなり影響を与えてるんですよね。でこういう人たちを実は蔦屋が広めたと。そうなんですね。やっぱりそういう版元ってそんなすごく大事ですよね、はい、で実はね浮世絵にはねこういうジャンルもあるんですけどね、これね心理聞いたことあるかな、春画大好きです。おっと私春画好きすぎて、箱根にある美術館、うん、岡田美術館、はい、うん、春画見れるじゃないですか。そう、そう、まずは見に行きました。最近春画結構若い女性と人気なんですよ ね。私も好きですもん。これねあの歌麿のね歌枕っていうね、まあ、春画の一つなんだけど、はい、歌麿も描いてるんですね。そう歌麿描いてます。この時代も北斎も描いてるし、やっぱりこういうものってねみんな見たいじゃない、だから結構普及したんですよ。男性の楽しみだけじゃなくて、うんうん、女性も結婚する時のね嫁入り道具でねみんな持たされた春画を。春画なんで
洋服とともに春画入れて持ってくってことですか。そうそうそう、面白い。どういうこと。だってそれでやっぱりさ、最初わかんないから、いきなりさ男性とねこういうことになってもね。そう、なんかだから結構普及したんですよ。もう大きな春画展ってね、あのロンドンの大英博物館でねあって、これが大きな話題になったんです。密かな楽しみみたいなところがあるから、うん、公にバーッと並べるっていうねイメージがなかったんだけど、最近少しずつそういったところでもねありますよね。熱海の秘宝館とか。秘宝館ね、はい、私好きで行ってましたもん。あ、そうなの、はい、長井画廊でもね、実はちょっと話飛ぶけど春画展やったことあるんですよ。やってくださいよ。そうそう、それでその時ね面白かったのがね、来たのがね中年以上のおじさんか若い女性だったの、来たのが。間がいないんだ。間がいないの。あ、今そういう時代だなと思ってね。やってくださいよ、ワンモア。ワンモア。ワンモア。いいですね。毎日通っちゃうかもしれない。本当。北斎だったんですね。これ北斎。すごい。何でも描けたの。江戸時代のベストセラー、北斎漫画。漫画になってるんですか。いや、漫画になってて、北斎が漫画を描いたの。世界を魅了した富岳36景。総合的に見て、これはもう大傑作。まだまだ本物じゃないって思ってた。そこでやっと本物の絵描きになれるだろう。今週のおすすめは川島純次さんのこちらの作品ですね。版画ビッグサイレントですね。川島純次さん、東京芸大日本画を首席で卒業されています。その卒業制作、超心理学がですね、150本という大きな作品なんですけれども、ハリネズミをモチーフにその動物の野生とか本能ですね、出だしにしたようなすごいエネルギーにあふれた作品なんですね。それが買い上げ賞となって今東京芸大の所蔵になっていますけれども、1980年代を代表する日本画であると同時に長い日本画の歴史の中でも代表作の一点ということで非常に高い評価を受けています。それ以降実はアニマルシリーズということで様々な動物をモチーフに絵を描いていますが、実はこちらの作品がですね、その超心理学に通じる非常にその野生に満ち溢れた存在感というのを見事に描いていますよね。でこちらの作品がそのサイというタイトルではなくてビッグサイレント、巨大な静けさということで、ドンというその存在感ですよね。アフリカという大地をも想像させるし、サイの存在感がですね見事に描かれています。でこれシルクスクリーン版画という技法で作られているんですけれども、この金箔のようなイメージをその背景に生かしながらサイの存在感ですね描いています。これ見事な作品です。川島さんが目指そうとした目に見える姿形だけではない内面本能に根ざしたものまで描くという、私たちも実は人間たちもですね、そこから何か学ぶべきところがある描写ということで、私は非常に高い評価をしています。この作品も川島芸術を代表する版画作品で、ぜひ皆さんにお勧めしたいと思います。この軽井沢千住博士美術館ギャラリーでは展示だけですけれども、長い間で引き続き販売をしていきますので、ぜひお機会がありましたらお越しいただいてご覧いただきたいと思います。